こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫ですえ。今日は、無在庫、自己発送で売るべき商品と。ねえー、売れたら仕入れて発送するだけだから、まあ、無在庫販売は非常に人気があります。まあ、ところでね、えー、実際問題、人気がある、あって、まあ、問題がなくて無在庫販売でも儲かると言うんであればね、まあ、当然無在庫を推奨するんですけど、やっぱりね、正直、 手間がかかる割には無在庫は儲からないというのが実態です。ただ、そうは言っても、ねえー、無在庫で売った方がいいケースもある。まあ、それについてのお話です。まあ、何しろ、アマゾンの強みは FBA があることと。ねえー、一人で、ね、月間1000個発送しましょうとか言ったらね、まあ、普通はできないんで外注を雇って、ね、人を使う苦労をするか、あるいはね、えー まあ、どこまあ、あるいはっていうか、放課の方法ないですね。えー、害虫使う、あるいはね、人を雇ってやるしかないんですけど、まあ、アマゾンの場合は、まあ、1000個だろうが2000個だろうが、ね、アマゾンが梱包発送してくれるから、まあ、楽々売れるというのが一番のメリットです。まあ、だからね、FBA の恩恵を受けずに、アマゾンで儲けることは難しいと。で、じゃあね、 全くもう自己発作使わない方がいいのかというと、まあそうは言ってもね、無在庫で販売した方が良いものもあります。で、FBA を使わない方がいい3つのケース。まず、高額商品。これ高額っていくらからですかってことなんですけど、まあ要は、えー、仕入れて送ったけど売れないとかね、あるいは、えー、発送中、 納品する発送中、あるいはね、お客さんへの発送中、どっちかで壊れちゃう可能性もあると。ね、その時ね、壊れたり売れなかったりした時に、あ、もうどうしよう、もう輸出なんかやめようかなというようなね、気持ちになるような金額の商品っていうのは、FBA に入れない方がいいです。 だからまあ人によってね、まあ、これが2000円かもしれませんし、いやいや10万以下なら OK だよって人もいるかもしれませんけど、まあ目安としては5000円から1万円ですかね。で、仕入れが5000円だったら1万5000円、まあ1万円だったらまあ理想を言えば3万円、まあ少なくともね、えー、2万数千円っていう金額で売るわけなんで、その金額になるとね、えー、EMS で送っても問題ないということでね、えー、高額商品の場合は、まあ自己発送で売るっていうのも選択肢の一つとしてはあると。 でもう一個壊れやすい商品。これは FBA の梱包は、ね、商品保護が不十分なため配送中の破損事故は起こりやすいと。で日本は丁寧に、ね、運んできますからあんまり破損ってないですけどオーストラリアは、ねまあ、普通に投げられるものは投げると。で投げられないもんも、ね、丁寧によいしょって置くんじゃなくて、ね、ある程度高さからどすって置きます。それがスタンダード。 何しろね宅配会社の人が、えー、アパートのエントランスに来て呼び鈴を押すんですけどで住民がみんな取り行くとねサインをして商品はねお前のこれって言った足で蹴っ飛ばしてあるいは足でね押してよこしますんでねまあ日本じゃ考えられないですけどそれがスタンダードです、まあ、そういう扱いされますから壊れ、まあ、やすい商品は、えー、FBA で FBA を使わずに EMS でね自分で厳重に梱包して送った方がいいと、まあ、ただ同時にね え、高額商品でなければ、え、e、EMS の送料分合わないんでね。まあ、高額商品、かつ壊れやすい商品は、え、FBA に入れず自己発送で送った方がいいと。あと、売れない可能性が高い商品。ね。Amazon のランキングがない。ね。もしかして、え、オーストラリア、EBA の制約もないと。もしかしたらね、需要がないのかもしれない。しかし、 もしかすると、ブルーオーシャン商品を見つけたのかもしれない。ね、この場合は、ま,あ、まず、無在庫で販売してみるのもいいと。ねまあ、ブルーオーシャンというかね、えー、売れて、売れてるランキングも何もないってわけですから、まあ、多分ね、えー、自己発送で出したところで、そんなライバルもいないだろうし、FBA 入れてる人もいないだろうし、ねえー、自己発送で売ってみるのもいいです。まあ、ただ、この場合ね、FBA に入れれば売れるのに、 自己発想だから売れないというケースもあることに注意です。ね、あるいは FBA だったら儲かるのに自己発想だと EMS で送っただと赤字ってケースもありますよね。あのもう無在庫でやってる人は、えー、カートを取るとか云んんじゃなくてね、最安値で売って、えー、安い方法で送るって形を取ってますんでカート取得云んは見つけあの考えてないです。 で、そんな中ね、えー、同じように、じゃあ、EMS だと赤字になるんでね、えー、安い方法で送っちゃおうなんて言って追跡できない方法で送ると、えー、カート取得に悪影響を及ぼしますんで、まあ、FBA 中心でやるね、えー、オーストラリアアマゾン、まあ、えー、自己発送でやってる人の真似をして、安い発送方法は取るべきじゃない。で、逆に言うと、上の3つのパターン以外は、f b a を使って販売した方がいいと。ね、えー、もう、 アマゾンといえば FBA なんですね。で、自己発送の問題点。まあ、最大の問題点は、まあ、定額商品は a m s で送った利益は出ないこと。ね、FBA に入れりゃ普通に儲かる商品なのに、え自己発送だと対象外に、ね、なります。だ商品、商品探しができないと、ね。普通の人はなかなかね、初めからね、えー、送料を除いて5000儲かりますとか、えー、いう商品はポンポン見つかんないんで、 やっぱりね、せいぜい1000円、あるいはもしかしたら何百円の利益の商品を見つけてきますま。それができない。初めから高額商品のみになる。これはかなりのハンデなんでね、やっぱりオーストラリア、自己発想。これ以外はやらないほうがいいと。逆に自己発想で売っていてランキングがついてると。誰かが売っていてランキングついてると。そこに FBA で乗っかるっていうのは、すごい、 いいですよね自己発送と FBA で、えー、重ねて乗りゃ値段一緒なだったらねあ遅く届いた方がいいから FBA じゃなくてこっちから買おうとかって人はめったにいないんで、まあ、通常は、ね、FBA が売れますだから逆に言うと自己発送で売ってる人は、えー、FBA で Amazon で取り込んでる人のために、まあ、商品探しをしてあげてるみたいな形になっちゃいますんで、えーまあ、Amazon といえば FBA とね。で FBA で まあ、仕入れのリスクを冒す代わりに、儲けやすくなっているというのをね、えー、念頭に考えて商品選びをしてください。で商品選びで、えー、商品仕入れようかな、自己発想、まずは無在庫で様子を見ようかなという場合に、えー、判断基準としては、この高額商品、壊れやすい商品、売れない可能性が高い商品、これ以外は FBA に入れるという形でね、アマゾン一つ取り組んでください。また、個別の商品で、そうは言ってもこれはどうよと。 いうようなのがあったらね、またご質問ください。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。